ワリアは、西豪都族の王。西豪都王国を建国し初代の王となった。在位、415年418年。415年、西豪都族とその王、アタウルフは、コンスタンティウス3世率いるローマ軍に押されて、イベリア半島に移動した。同年、アタウルフは、バルキノで復讐に会い、暗殺された。次の王になったシュゲリックは、 有力貴族の支持を得て、王位を得た。先代とは逆に、反ローマ帝国政策を施行し、遠征を起とした。一方で、先代アタウルフの息子たちに、死刑判決を下した。しかし在位わずかなのかで、シゲリックは暗殺された。シゲリックの次に王位についたワリアは、ジブラルタル海峡を渡って、アフリカ大陸に渡ろうとした。アフリカへの移動はすでにアラリック一世が起としていた。 ことであった。そのため416年に、ワリアは、ローマと和平条約を結び、60万モディの穀物を受け取る、代わりに、西ローマ皇帝、ホノリウスの姉妹で、アタウルフの未亡人であるガンラプラキディアの身柄を、返還すること、また、イベリア半島にあって、ローマと敵対する、バンダル族、アラン人、スエビ族と戦うことになった。条約に従って、ワリアは、 ガンラプラキディアをローマに変換し、シリンジー系バンダル族を攻撃してほとんど撃滅した。生き残った者は、ハスリンジー系バンダル族の元に逃げて、保護を受けた。ついで西ゴート族は、アラン人を攻撃して、これをほとんど撃滅し、残存勢力は、ハスリンンー系のバンダル族に合流した。百十八年、西ゴート族は、ガリアに呼び戻され、ガリアア・アクイタニアや農園ポプラナ、 ガリアナルボネンシスに定住する許可を得た。その土にはトロサが定められた。ゴート族の移住は概ね平和裏に行われ、先住のローマ人が持つ土地所有権をめぐる問題は土地所有権と徴税権を分離することで解決され、租税の3分の2が軍事費として、西ゴート族に3分の1が内政のためローマ人に納められることが決められた。また土地の三分の一は、 ゴート族の客人の居住地として明け渡すこととされた。新たな王国を整備している。途上の418年、ワリアはトロサで急死した。約40年後、ワリアの孫リキメルは、西ローマ帝国のマギステルミリトムに就任して、これを牛耳ることになる。ありがとうございます。